BTS のダイナマイトはグローバル、米国を除くで168。3年連続チャートイン BTS 自民とユング・クークが米国ビルボード年末決算チャートで記録を出した。画像、BTS ユング・クークアーティスト写真11月22日、韓国時間、米国音楽専門メディアビルボードが発表した2023年年末決算チャート、イヤーエンドチャートによると、 ユングクークのソロシングル、セブン、フィーチャリング。ラット、ダメインソングチャート、ホット100ソング、で82位にチャートインした。このチャートに K-POP ソロ歌手の作品が入ったのは2012年祭の、カンナムスタイル、以来11年ぶりだ。7月に発表された、セブン、はこの他にも年末決算。グローバル200、17位、グローバル、米国を除く、10位。 デジタルソングセールス、10位、などにチャートインしたが、わずか3ヶ月で成し遂げた超高速成果という点で意味が大きい。グローバル、米国を除く、にはチャーリー・プーストの協業曲、レフトライト、フィート。ユング・クーク・オブ・ BTS、186位、2022フィファワールドカップカタール公式サウンドトラック、ドリーマーズ、187位、が不人し、デジタルソングセールス。 では 3D ・3 D フィーチャリング・ジャック・ハーローが31位にチャートインした。ジミンのソロアルバム・フェイスはメインアルバムチャート・ビルボード200アルバム・293位となった。これでジミンは K-POP ソロ歌手としては年末決算・ビルボード200アルバムに初めてチャート入りする記録を立てた。フェイスはトップアルバムセールス・25位と、 トップカレントアルバムセールス、18位でも席を占め、同アルバムのタイトル曲、Like Crazy は、グローバル261位、グローバル、米国除く46位、デジタルソングセールス、5位に上がった。デジタルソングセールスでは収録曲、Set Me Free ラチナにが29位にチャートインした。トップアルバムセールスとトップカレントアルバムセールス、 では BTS メンバーの活躍が目立つ。シュガーの B-day22、RM の Inzigo32、V のレイオーバー44位、j h o p のジャックインザボックス66位がトップアルバムセールスに入り、トップカレンとアルバムセールスには b d a y 位、i n z i g o 2位、レイオーバー30位、ジャックインザボックス49位。 の順でチャートインした。ビルボード年末決算チャートは1年間、各部門で最も人気を集めたアルバムや歌、アーティストなどを選定して順位をつける。2023年年末決算チャートの順位は、2022年11月19日から今年10月21日までの各種チャートの成績を気につけられた。BTS のダイナマイトはグローバル。 米国を除くで168位に、この部門の年末決算チャートが新設されて以来3年連続チャートインし、名実ともにグローバルメガヒットソングであることを立証した。